南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。法悦の日々の125ページですね。125ページの、最後のところですね。去る年9月12日寝牛の時に首はねられんということですね。開目章ですね。はい、そこをじゃあ一緒に読みますね。開目章にのたまわく日蓮といいし者は小僧の年9月12日寝牛の時に首はねられぬ。これは金箔佐渡の国に至りて帰る年の2月節中に記して右縁の弟子へ送れば恐ろしくて恐ろしからず。民人といかにおじぬらん。これは釈迦多宝実法の諸仏の未来日本国統制を写したも妙境なり。片身とも見るべし。日蓮というものは去年9月12日寝牛午前0時から2時の間の時に首をはねられた。凡夫の肉身は辰の口において断ち切られ、久遠願女の侍従有心の魂魄の身である日蓮は佐渡の国に至って次の年の2月に開目章を作って右縁の弟子に書き送った。この御章を拝する弟子たちは法華経の愚図する大難を思っておじ恐れるであろう。しかし日蓮は何一つ恐れるものはなく、日蓮と同じ決意を持っている人も工夫はないのである。しかしその決意のない人はこの御章を拝してどれほど恐れることであろう。この法華経漢字本の門は釈迦多宝実法の諸仏が未来日本国の現在の姿を映し出した名経であって、日蓮が形見でありそのまま東照を鏡として形見とすべきである。この御門の解釈は日観聖人の開目章門談によったですね。今毎月13日にですね、開目章のお話をこのしてるんですけれども、まだ今読んだところまではちょっと今、13日のお講で話しているところは開目章の上の部分ですから、もう少ししたら下に、この入ってこの行くんですね。で、下の方は、この日蓮大聖人様のですね、このもう直接的に、この言いたいことがですね、私たちに伝え残したいことが
このそのままこの、なんていうんですかね、率直にこの述べられてこのいるんですね。で、上のこの前半の上の方はですね、この日蓮がこのなぜ法華経の行者なのか、なぜ末法のこの仏のこの立場なのかということをですね、そのいろんなこの文献のこの資料をこの証明するこのその文章というものをこの引かれてですね、それでこの書かれているわけですね。だからどうしてもですね、開目章の前半の上の方はですね、この内容が難しくなると、読んでてもなかなかこの退屈でわからない部分がこの出てくるんですけれども、しかしこの前半の開目章の上の部分というものがあって、初めて後半の開目章の下の部分がこのなぜそう言えるのかということがこの明確になってくるということなんですよね。ですからそういう意味でこの上と下ということのこの開目章、上と下が一体になって初めて私たちにこの大聖人が末法の本仏であるということがこの明確にこの理解することができるということなんですね。で、今読んだところですね、日蓮といいしものとですね、もう自分を、日蓮大聖人が自分をこの客観的に第三者の立場からですね、日蓮といいしものというふうに表現しているわけですよね。例えば、まあ、例えが悪いですけど、広田というものはって私が言ったら、何を言ってるんだろうっていう話になりますよね。日蓮というものはっていうふうにその大聖人がおっしゃってるということは、もう誰から見てもですね、客観的にこの私はそのこういう人間だ、私はこういうふうに思ってるんだと、私はこういうふうに言ってるんだっていうふうに大聖人を主体にしてじゃなくてですね、この日蓮というものがこの世の中においてどういう立場なのかということ、そのことをこの大聖人様がこの言わんとして、日蓮といいしものと、日蓮というものはというふうにこの表現しているわけなんですよね。古都の年9月12日寝牛の時に首はねられる、これは辰の口の法難のことですよね。この解釈のところに午前0時から2時の間というふうに書いてあります。大石寺では日光上人の時代から牛虎権行ということをされてるんですけども、3時が、ちょうど牛虎の中間ということになりますよね。牛と虎のこの混じり合った中間が3時ということになりますね。ですから、その前は牛の刻、3時からあとは虎の刻ということになりますね。ですから昔の文献、からこの調べてみるとですね、もともとは牛虎権行は、2時20分からやってました。2時20分、で2時20分というのは何かというと、昔の時計は、一刻を3つに分けて40分40分40分に分けて120分、つまり2時間ということですね。牛の刻が2時間あると、それを牛の1つ、牛の2つ、
牛の3つというふうにこの3等分して40分でこの表現しているわけですね。ですから牛の3つっていうのが要するに2時20分から始まるわけですね。2時20分から3時までということですね。でこの牛トラの時間がどういうわけか、昔の人たちはですね、今夜中の12時がこの前の日とあと次の日の境目になってますけど、昔の人たちはですね、この牛トラの3時をこの前の日とこの次の日の境目に考えてたわけです。だから牛の3つが前の日の最後の日、最後の時間と、ですから牛蜜時、草木も眠る牛蜜時っていうふうに言いますけれども、もう草も木もこの眠りにつくんだと、もう一日の最後なんだと言うんですね。なぜこの3時をこの一日のこの区切りにしたのかということは、その書いてある文献がないのでわからないんですけども、一番その暗闇の深いこの時刻だというふうにこの考えていたわけですよね。ですから昔の文献を見るとこの2時20分からこの牛虎の吻行を始めて、それでお経お題目を唱えながらこの3時をまたいでいく、この虎の刻に入っていくというんですね。それをこのまあこのしてたわけなんですけれども、つまり一番の暗闇が深い時刻は私たちの迷いの煩悩の一番深いそのことを表現し、そして虎のこの刻は次の日にこの次の日に向かっていく、次の日が始まっていく一番朝焼けに近いこの時間というものをこの表現していると。で暗いというのは凡夫の迷いということを表現して、明るいということは仏の成仏ということを、悟りということをこの表現しているわけですね。ですから明暗巨来同時って言いますけれども、暗い深い暗闇というものが来れば明るさというものは一切そこには生じない。明るさがこの訪れると自然にその暗闇っていうものはなくなっていくということなんですね。つまり明暗巨来同時、つまり私たちのこの凡夫の命と仏の命っていうものは同居していると、一緒の命の中に収まっているということなんですね。だから私たちの命の中にも仏の命というものが勝って立ち上がってくれば凡夫の命というものは去っていく、凡夫の命が勝ってくれば仏の命は去っていってしまうということなんですね。だからこの凡仏一如という凡夫と仏の命というものが一つになっている、つまり地獄から仏界までの十戒五愚の命というものが私たちの命なんだと、地獄の命もあるけれども仏の命も備わっている、それをこの牛虎ということがこの表しているわけですよね。つまり一番暗闇の深い地獄に辰の口の処刑場に大聖人様が引き立てられて首を
切られるような状況になったということですね。しかしその時に光り者が現れて、幕府の役人たちは自分たちにたたりがあるのではないかと、自分たちにたたりが来る証が今この光り者に現れているのではないかというふうに恐れを抱いて、大聖人の処刑をやめてしまうわけですよね。大聖人は明るくなったらお前たちが恥をかくから処刑をしろというふうに、自分を殺せというふうに役人たちに訴えたんですけれども、役人たちは余計に恐れおののいてその処刑をやめてしまったということなんですね。でも幕府はどうしても日蓮大聖人を殺したいと、日蓮をこの世の中から消したいという思いというものはずっと続けて持ち続けていましたから、佐渡島に大聖人を、島流しにして、そしてそこで体が衰弱して病気になって、そして死んでくれれば自分たちが直接手を下したということにはならないというふうに考えて、この佐渡に大聖人様を島流しの中でも最高刑のこの島流しですよね。私行ったことないんですけども、網走の刑務所っていうのがあるらしい、あるらしいじゃなくてあるんですよねそのある、テレビでしか見たことないんですけども、観光地になってるそうですよね。刑務所を観光で行くっていうのもどうかなと思うんですけども、今でもですね、この刑務所の場所によって、その何て言うんですか、罪の重さによってこいつはあそこの刑務所に行かせなきゃいけないっていうふうに分かれてるらしいですよね。温暖な方にある刑務所もあれば、ものすごい、まあ、暖房はあるでしょうけども、それでもやっぱりその寒いですよね。ですからそういうようなところには、そのものすごい重い罪を犯した人間がその生かされると。であんまりそのあったかいようなところには、あんまりそのなんていうんですかね、その重くない罪の人がその生かされると、ですからその悪いところに悪い人が行くから、悪い人の塊になっちゃいますよね。それがいいのかどうかは分かんないんですけども、そういうふうに今でもやっぱりその場所において、要するにその罪の重い軽いということで、その刑務所の場所もこの選ばれているということですから、大聖人様が最初にその島流しにされたところの伊豆井島はまだその島流しでも軽い方なんですよね。で軽い島流しでもって、その大聖人にお灸を据えれば、もう幕府の言うことを聞く坊主になるだろうというふうにその幕府は考えたわけですよね。だけど大聖人は全然その意に介さないで、その島流しにされる前よりも以上にこの幕府の批判というものをこのしたために、その幕府の怒りというものがもっと大きくなったわけですよね。そして島流しの中でも最高刑のこの佐渡島にこの島流しにしようというふうにその考えたわけですよね。でこれは魂魄佐渡の国に至りて、この魂魄は南明法蓮華経の法華経の行者の仏称ですね。もう本当に純粋に法華経の行者として生きた証として、その佐渡に島流しにこのされたということ、そのことを魂魄佐渡の国に至りて、帰る年の2月雪中に記して上縁の弟子へ送れば、この2月雪中に記してっていうのがこの開目抄のことを言ってるわけですね。開目抄を
極寒の雪の中で手が凍えながらも炭が凍りながらもそれを砕いてこの皆目抄というこの御書を自分が書いたということですね。そしてこの皆目抄を弟子に送れば恐ろしくて恐ろしからず民人いかにおじぬらんというふうに書いて、大聖人様が末法の仏だということと、それからこの南無法蓮華経を世の中のすべての人に伝えていかなければいけないんだと、その時に誰もが日蓮と同じようなこの法難というものを受けたとしても、そのことを私たちは甘んじて受けて、そしてこの法華経というものを世に伝えていかなければならない。そうすることによって一切衆生の平等の成仏というものが叶うのであるということをこの皆目抄は明確に示されているわけですから、みんな要するに自分たちも日蓮と同じようになんだろうかということで、要するに恐れおののく人も当然出てくるだろうということをこの示されているわけなんですね。これは釈迦多方十方の諸仏の未来日本国統制を移したも妙境なり、片身とも見るべしですね。法華経というのはですね、未来記というふうに言われるんですね。つまりお釈迦さんが自ら自分が亡くなって2000年後に末法という時代が来るよ、末法という時代は南無法蓮華経の法を中心にしなきゃダメなんだよということを書いてあるわけですから、だから法華経は未来の予言書ということが言えるわけですね。だから未来こうしなければならない、未来こうなるんだと、未来このようにしていかなければ私たちは成仏することができないんだという未来のことが明らかにこのされているわけですよね。だから上行菩薩に南無法蓮華経の法を末法2000年後にこの南無法蓮華経の法を上行菩薩に末法の国土に伝えてもらうということが書いてあるということ自身がもう未来記だということなんですね。だから釈迦多方十方の諸仏の未来日本国統制を移したも、つまりインドから一番近い東の片隅の日本に、どん詰まりの日本に南無法蓮華経の仏法というものが渡って、初めて日本から南無法蓮華経、法華経の根本は南無法蓮華経なんだということが明らかになるということが法華経の中に書いてある。だから日蓮大聖人様は日蓮は上行菩薩の最短であるということをこの法華経の未来記を通して自覚をされた。そしてその上で日蓮は上不協菩薩の後を継ぐ人間だというふうに、末法において法華経の行者として生きるということは上不協菩薩の我深く何じらを敬もうという24文字を行ずることによって、24文字を南無法蓮華経と受け止めて24文字の内容を行ずることが法華経の行者としての生きるということなんだと。この24文字を行ずることの姿が成仏なんだということをこの法華経を通して日蓮大聖人様は明かされたわけですよね。このご本尊様のこのなんていうんですかね、この基本形ですよね。こ
ここには書いてませんけども、ご本尊様のこの南妙法蓮華経のここの向かって右側のところに多宝如来で、こっちの向かって左側の一番南妙法蓮華経に近いところに釈迦尼仏が書いてあるんですね。ご本尊様はこの向かって右から多宝如来、釈迦如来で、上行菩薩もこっちに書いてありますけれども、右が上座で向かって左が下座ということになります。ですから全て南妙法蓮華経の周りに書いてあるものは必ず向かって右から書いて左に移るという順番に書かれてますですね。多宝如来が上座、この間お香の時にもお話ししましたけれども、私たちが持っているところのこの数珠ですね、数珠の紐の結び目の方が三つぶさですね、で左の方がこの二つぶさということになってますね。で日蓮召集では右の房を右手にかけて、左の房を二つぶさの方を左にかけるということですよね。でこの小さい房は数取りの房っていう、数取りの房っていうことで、日本に渡ってきてから仏法に関係なしにお題目を唱える数を計算するために10個この玉をつけて、数取りの玉として仏法の意味は何にもなくて、この題目を唱える目安にする便利な方法として小さな房をつけたんですね。だから数珠の基本形は右も左も実は二つ房ということなんですね。この小さな房は何にも仏法の意味はないということになります。で右側の親玉の後ろは紐が、この空間に紐がありますけれども、この紐には玉がついてない。こっちの親玉の後ろの紐には玉が10個、5個5個この分かれて10個ついてますね。でこっちの玉の後ろには小さな玉が1個別個についてますね。この三つぶさの方にはこの別個に1個の玉はついてませんね。でこのついてない10個の玉がついてない紐だけの方の空間が多宝如来ですね。で10個の方はお釈迦さんの十大弟子を表してますから、この10個の玉がついてる方は釈迦如来ということですね。で親玉に一番近いところの1個の玉は唯摩古寺、つまりお坊さんじゃないけれども仏法に対する理解と信仰の志っていうものが一番近いところに存在しているという、信仰は坊さんだとか信者だとかそういうことは関係ないよということがこの1個の玉唯摩古寺に表されているということになりますね。で日蓮宗はこの2つの房が右にかけられます。日蓮宗は右に2つをかける、左にこの3つの房をかけるということですね。だけどどう考えても昔は左利きっていう、まあ僕らが子供の時もそうでしたけども、左利きっていうのはそのなんていうんですか、このちょっと変わってるというか、そのちょっと差別されるような、この虐げられるようなところがあったんですね。で今言いませんけど、ギッチョギッチョっていうふうに僕ら子供の時言ってましたよね。
で左利きになったら一生懸命親は右利きに直すようにこのしてましたよね。だから左利きっていうのは悪いっていうその考え方があったんですね。で普通考えればですね、右から昔はみんな腕時計なんか持ってませんから、家に時計なんか持ってるその家ありませんから、お題目を唱えていくとき、どれだけの時間お題目を唱えようかっていうふうに目安になるには、この数珠を一個一個こうやってこのお題目を南無法蓮華経って唱えながら一個、南無法蓮華経って唱えながら一個っていうふうにこのつまくってこの行ったわけですよね。そして U ターンしてまた今度は、まあ、左手でこうやってつまぐってここへ来る。そうすると当然この右っていうことをその尊重してその世の中が動いてますから、ですから当然数取りの玉は右になきゃおかしいわけですね。右になきゃおかしいということになりますよね。だから日蓮宗のこの右に二つぶさをかけて左に三つぶさをかけるということは、このお題目を一回一回数えていくっていう形の上でもおかしいということになりますね。それから日蓮召集では三つの房をこっちかけて、勝取の玉がある方の三つの玉、三つの房を右にかける。で右のこの親玉の後ろに結び目があるということは、この数珠っていうものを作るときには右が始まりで終わり、ここに要するに結び目が来てるということですよね。結び目が来てる、ここが始まりということですよね。始まり、そして玉のない紐2本の多宝如来は弟子がありませんから、ですから玉がない。お釈迦さんの方は弟子がいますから、弟子に囲まれてますから玉があるということになりますね。つまりこのご本尊様と同じですよね。ご本尊様に向き合ってこの 右手の方が多宝如来、左手の方が釈迦如来というふうに、この合わせ鏡のように同じこの形で向き合ってるということになりますよね。つまりご本尊様も私たちが手にかける数珠も、この右が上座、左が下座ということになってるわけですね。でなぜ右が上座か、それは多宝如来は南無法蓮華経をこの説かれるどの時代でもどの国においても必ず出かけていって、この南無法蓮華経の方が真実の方である、最高の方であるということを私は証明しますということを自分の使命として自覚した仏。つまり多宝如来は南無法蓮華経のための仏ということなんですね。だからこれだけ大事な多宝如来を誰も世の中の人は拝んでませんね。多宝如来を本尊にしている宗教ってないんですよね。これ法華経の中で多宝如来っていうのはものすごい大切な存在なんです。だけどみんな観音さんを拝んだり薬師如来を拝んだりこのしてますけども、多宝如来を拝んでる人いませんね。それから法華経の中に上行菩薩ってものすごい大事なその存在なんですけど、みんな観音菩薩を拝んでも上行菩薩を本尊にしている宗派ってありませんよね。おかしいですよね。だけどみんな上行菩薩も多宝如来も南無法蓮華経を中心にした人なんです。でお釈迦さんを拝んでる人たちはいるけれども、お釈迦さんが何を説いたか、南無法蓮華経を説いたということを忘れてお釈迦さんを本尊にしている人たちがいるんですけれども、お釈迦さんも実は南無法蓮華経が中心ということですよね。多宝如来やお釈迦さんよりもっと
南無法蓮華経を中心にした仏なんですね。だから他方如来の方が神座ということなんですね。お釈迦さんが下座ということになります。ですからこの三つの房ですね、三つの房、他方如来の方を神座として三つの房の方を右手にかけるということは、この日蓮大聖人のこの文献はもう残ってませんけども、日光聖人の時代からずっとこのことがこの無言でこの行われて、無言でこの日蓮聖宗に伝わってきたのではないかというふうにこの思うんですよね。ひょっとしたら大聖人の時代にはもう三つの房になってたかもわからないですけれども、日蓮大聖人の時代よりも後に三つの房になった なったっていうこともその十分に考えられるということですよね。つまりこの鎌倉で起きたこの仏法というものが世の中にこの広まっていったということは、随分また時間がかかっていると、後の時代ということになりますので、この数珠やかまた坊さんの方が要請して数珠屋に作らせたのか分かりませんけれども、この三つ房は日本に渡ってきてからこのことがこの付け加えられたというそのことなんですよね。ですからここに書いてある、これは釈迦多方十方の諸仏の未来日本国統制を移したも妙境なりと言うんですね。ここには釈迦の方を最初に書いてありますけれども、ご本尊様は大聖人様が一番最初に書いたご本尊様からずっと多方如来が向かって右上座、釈迦如来が下座、もうこれは揺るぎのないそのことなんですね。ですから南無法蓮華経を中心にした時には多方如来が上座に来て叱るべきだということなんですね。そのことを大聖人様はご本尊様に表しているということなんですね。で、片身とも見るべし、つまり皆目称は私たちに残した遺言だということなんですね。大聖人様の生活、極寒の佐渡において厳しい生活の中でですね、病気になる以前に凍え死んでしまうような、そういう毎日毎日の生活だったわけですよね。今でもこの能登半島地震とか、そういうこの報道を、その災害を受けた人たちの報道をニュースでこの見るんですけれども、その水とかその電気がその通じない、あの震災で命は助かったけれども、その後にその震災関連でその亡くなっていく、その低体温症でその体の機能というものが低下してその亡くなっていく、その生活の中のこの食べるものやその暖を取るということができない、水分補給がうまくできないということで、そういういろんな総合的なことでその命を落としていく人たちがその現実にいるわけですけれども、まさしく大聖人様はその佐渡の中でですね、本当に毎日毎日死と背中合わせでこの生活をし、その中でこの最後の言葉としてこの皆目称というものを遺言として残さなければならないと。つまり仏法というものは何なのかということ、南無法蓮華経って何なのか、日蓮は法華経の中でどの位置にいるのかということをはっきりと残さなければ、日蓮がこの南無法蓮華経の法を説いてきた意味というものが失われてしまうというふうに
この示されたわけなんですね。ですからご本尊様の一番最初は辰の口の法難直後ですけれども、明らかに私たちが拝んでいるようなこの南無妙法蓮華経の周りにたくさんの仏菩薩の名前が書かれるようなご本尊様っていうのは里へ渡ってから表されるわけですよね。つまりご本尊様がそうやって具体的に表されていくっていうことは、何としてもこの南無妙法蓮華経の法というものがどういうものなのか、この本尊というものを拝むということがどれだけ大切なことなのかということを大聖人様はこの本尊の姿というものに託して表さなければならなかったわけですね。開目章も表さなければならなかった御所、ご本尊もどうしても後世にこのご本尊、南無妙法蓮華経を中心にしたご本尊様、どういうもんなのかということを絶対に表さなければならない、絶対に表さなければ死んでも死にきれないっていう、そういう状況の中で大聖人様がこの開目章を書いて、そしてご本尊様を表して弟子たちに送り続けたということなんですよね。だから形見とも見るべし、本当にそうだったんですね。本当にですね。だけど御書の中には書いてませんけども、この大聖人についていった日光聖人や他のお弟子さんたちが一生懸命大聖人が死なないように、大聖人が死なないように屋根を修繕して、壁を修繕して、床を修繕して、そして食べ物を一生懸命調達して、そして大聖人の命っていうものを絶対に落とさないようにっていうふうに一生懸命守って、その努力によってこの大聖人もこのたくさんの御書を書かれて、ご本尊を書かれて、そしてまたこの佐渡からこの鎌倉へ戻って、そしてもっと過酷な身延にその入っていくわけですよね。普通だったら佐渡から帰ったら、まあ佐渡よりももうちょっと過ごしやすいところ行こうかなというふうに考えると思うんですけども、もうその大聖人のこの精神力っていうことがこのすごいですよね。この佐渡よりも厳しい環境の身延に身を置いて、その身延に法を求めてくる信者さんであれば、この仏法を伝えてってくれるだろうというふうに考えて、身延に大聖人は入っていったわけですよね。だから本当にまず率先して自分がそういうふうに生きると、それを手本にしてもらいたいという生き方を大聖人様はそこに示されているということなんですよね。だから本当に私たちはその生き方、ただ御書を読んで、ああこういう意味かということじゃなくて、それがどういう状況の中でその書かれているのかということをですね、私たちは深くこの思いをいたして考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。だからぜひこの開目章のこの言葉ですね、それを本当に大聖人様の息遣いとしてこの受け止めて、自分の信仰の中にこの手本としてこの生かしていってもらいたいということをお願いして、本日のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。